水色の環状路線が10号線北京地下鉄10号線は中華人民共和国北京市を走る北京市、私鉄運営有限公師の地下鉄路線である。ラインカラーは水色。2008年北京オリンピックに合わせて整備された路線の一つで2号線の外側を走る環状線である。2012年12月30日に区間延伸されてからは北京地下鉄で 最長路線となった。2013年5月5日に全線が開通し、同日から環状運転を開始した。現在、全線地下の環状路線としては世界最長となっている。DKZ15 型は2007年に生産され、車両の先頭は空色をメインカラーとし、赤い北京の文字が塗装された。側面は銀色で塗装された。車両の両側には、 北京オリンピックのマークがある。8号線の列車が運用を開始する前に、一部の列車8号線で運行された。DKZ34 と DKZ46 は、それぞれ2011年と2013年に生産され、外観は DKZ15 型と同じだが、先頭の両側には北京オリンピックのマークがない。また、これらの車両の両端における、 北京の塗装は白色である。ウィキメディアコモンズには北京地下鉄10号線に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。